4、5年ぐらいも多分通ってる。最近ちょっとあんまり来れてなかったんですけど、コーヒー屋さんですね。もうここはなんといっても外が気持ちいいっていう、外好きの人なら多分みんな共感してくれると思うんですけど、この外でコーヒーを飲める感じがおすすめですね。美味しいな。もう今日ちょっと公園で寝てたいな。日本で一番美味しいです。このベーグルは。パンを買ってきました。1個がくるみパンと1個がすごい有名なあんパンですね。あんパンはね、焼きたてなんでめっちゃあったかい。はい、食べます。
食べます。いただきます。アンパン、 YouTuber っぽいやつ。うん、もちもち。めっちゃ美味しい。なんかアンパンってちっちゃい頃あんまり食べなかったけど、大人になってから食べるようになって。うん、うん、ん、あ、紹介してない365日で買ったパンです。もう今はねテレビもいっぱい出るようになっちゃったから有名になっちゃったんですけど、めちゃくちゃ美味しいので食べてみてください。汚い。皆さんこんにちは、僕らの道の金田健太です。今日はステーションホップ第4回目ということで渋谷駅に来ています。で、渋谷は前3回行っている中目黒とか祐天寺とか学芸大学と違って、かなり大きいエリアなので、3、4エリアぐらいに分けてちょっと歩いてみようかなと思っていますと。で、渋谷って一口に言っても道玄坂のこう坂のエリアと、例えば代官山の方の逆側の、桜ヶ丘っていうエリアだと全然雰囲気が違うし、でもそこをちょっといっぺんに回ると大変なので、そうですね、3、4エリアぐらいに分けて回ろうかなと思っています。で、今日はどこに行ってきたかというと、渋谷のいわゆる奥渋って言われる、その名の通り渋谷の奥なんで多分奥渋なんですけど、エリアにちょっと行ってきました。で、住所で言うと多分3つぐらいで、今僕がいるここは、松濤っていうエリアなので、住所で言う渋谷区松濤、あとは神山町、富ヶ谷、多分この3つを総称して、奥渋っていうエリアになるかなと思ってます。今日は一番最初に行った場所が、シュプリームコーヒー、コーヒーシュプリームかな正式名称は、っていう コーヒー屋さんで、やっぱり奥渋のすごい、ユニークなポイントでおしゃれなコーヒー屋さんがすごい多いっていうことで、シュプリームは僕がもう5年ぐらい東京に来てからすぐなんで通ってる場所で行ってきましたと。で、シュプリームはもともと確かニュージーランドのコーヒー屋さんで、すごいデザインもおしゃれで、お店の雰囲気とか、あと僕がすごい好きなのは、外でコーヒーが飲めるんですね、お店の前で。だから結構こういう天気がいい日にはシュプリームに行って外でちょっとコーヒー飲んで本を読んだりとかしてますと。なんで今日そこに行ってきました。で、次に、行ったのがシュプリームから多分歩いて1分2分ぐらいのすごい近いところにあるんですけど、フグレンコーヒーっていう場所ですね。で、フグレンはノルウェーのコーヒー屋さんです。多分コーヒー好きの方なら皆さん知ってるんじゃないかなと思うんですけど、で、フグレンも、ちょっと余談というかあれなんですけど、このエリアが僕が住んでるっていうのもあって、本当に週3回4回ぐらい行くお店で、もう本当に店員さんもすごい素敵 でコーヒーも美味しいし、いつでもつい寄りたくなる場所で、2軒目は今日フグレンに行ってきましたね。フグレンはちょっと中とかはやっぱり撮影がなかなか難しかったんで、ぜひ気になる方は行ってみてほしいんですけど、もう昔ながらの一軒家をちょっと改装して、おしゃれな感じであります。あとはこの他にも確か浅草にも店舗があるんで、東京は確か渋谷と浅草かな、この2店舗でやってるっぽいですと。で、その後にフグレンでコーヒー飲みまして、3つ目のコーヒー屋さんも僕がよく行く場所ばっかりなんですけど、ロストロコーヒーっていうコーヒー屋さんです。で、ここら辺でちょっともうコーヒーを飲みすぎてお腹がタプタプになってたので、リンゴジュースとか飲んでたんですけど、
でもそうロストロコーヒーもすごいいい場所で、中と外のエリアがあるんですよね。で中は今回撮影しないんですけど、メニューがなくて自分のこう好みのコーヒーみたいのを店員さんに伝えて、それに合わせて毎回、店員さんがこうコーヒーを自分のためにチョイスしてくれるみたいな場所です。でそうですね、中はパソコンとかも禁止なので結構落ち着いてコーヒー飲みたい人にはいいんじゃないかなと思ってます。で今日僕らがいたのは外のエリアで、外はパソコンとか割と使えて、うるさくしてというか割とカジュアルに過ごせる場所なんですけど、そこの外のエリアもちょうど日陰になってるんで、こう直射日光が当たることもないし、うん、そこもなんか、さっきのシュプリームと一緒で外でちょっとコーヒー飲みたい人には結構おすすめのエリアだったりしますね。でその後は上に進んで富ヶ谷の方に進んできました。で富ヶ谷になると実は厳密に言うと、渋谷からも全然歩くことができるんですけど、最寄り駅で言うと代々木八幡駅っていう駅ですね、 と、代々木公園、代々木公園駅っていう2つの駅があって、そっちの駅の方が近いエリアになります。でそのあたりも美味しいコーヒー屋さんがあったりとか、あとはでもちょっとチェーンのお店とかも増えたりして、もう少し、ちょっと手前の神山町のエリアよりかは、なんだろうな、栄えてる感じですかね。でそこで行った場所が、今もうすごいテレビとかに出て人気の365日っていうパン屋さんに行ってきました。そこはお店自体は全然大きくないんですけど、なんだろう、なんかショーケースのようにパンがこう並んでて、自分でこう取るスタイルじゃなくて、店員さんにこのくるみパンくださいって言って自分で取るスタイル、あ、店員さんに取ってもらえるスタイルでなんかこうパンを買うところですね。で端側に確か 3,4 席ぐらいは、パンを食べるこうイートインできる場所があるんで、まあそのパンを中で食べてもいけるんですけど、基本はテイクアウトのお店ですかね。ここはまあもうさっきもアンパンを僕食べてたんですけど、めちゃくちゃ美味しいので、めちゃくちゃ美味しいのでめちゃくちゃおすすめです。めちゃくちゃばっかり言ってるけどって感じですかね。あとそう、ショートに関しては、ショートはあまりお店っていうよりかは、基本住宅街ですね。なんかすごい、いわゆる高級住宅街で、めちゃくちゃ渋谷にこんなエリアがあるんだっていうのを本当に初めて来た時は思いました。もう凄まじいぐらい家が大きいし、マンションとかも立派で、でなんでもう渋谷って言っても、なんだろう、渋谷って言って想像つくようなエリアじゃない感じ。なんかすごい静かだし、あんまり若い人もいないし、ちょっと特殊なエリアかなと思います。でここもちょうど来ているのが、鍋島小島公園って言って、一応渋谷の一部であるんですけど小島にある公園ですね。ここもまあご覧の通りというか、めちゃくちゃ落ち着いてて、今もほぼ周りは人いないですね、なんか犬の散歩されてる方とかいるぐらいで、ほとんど人がいないです。なんでちょっと渋谷ではこの公園は穴場なんじゃないかなと思ってます。ちょっと公園に行きたいけど、なんだろう、代々木公園とかに行ってしまうと結構人いるんで、人がいなくてちょっとこじんまりとした公園でいいかっていう人にはおすすめかなと思ってるのが、ここの鍋島小島公園ですね。はい、ということで今回は奥渋エリアにちょっと散歩して、やっぱり美味しいコーヒー屋さんが多いのでついコーヒー屋さんを売ってしまったんですけど、他にも雑貨屋さんとか、美味しい魚屋さんとか結構本当にいろんなお店があったりするんで、カフェしに来るもよしだし、食事をしに来るもよしかなっていう、しかも昼夜問わず、お昼もいいし夜もいい感じのお店も多いので、なんかちょっと渋谷な雑多な感じからちょっと落ち着きたいなっていう方々にはすごいおすすめエリアです。渋谷から言うてね、歩いて10分ぐらいなんでパッと来れます。ステーションホップでは東京都内のいろんな駅を回って、その駅独特の雰囲気とかお店の感じとかをこう紹介するような形で、いろんな駅を回っている企画なので、この後もいろいろ動画をね更新していこうと思うので、もし気に入ってくださった方がいればチャンネル登録 と動画のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画で。